せーの、本日のよろぴこ。コロナに負けない、フレームよろぴこ。すごいな、予算なんかすごいなと思うのが、はい、もう人の何倍も練習して、はい、人の何倍も遊ぶっていう。そうですね。だってあの普通ね、キャンプってもう明日休みだっていう前日はみんな外へ行くぞみたいな感じだけど、予算違うんですよ、はいはい、4期1級の最初の初日ぐらいからもうめちゃめちゃ練習やって、はい、で帰ってきてシャワー浴びたら、はい、もういないでしょ、食事も食べずにいなくなるっていう。ただ皆さん言われますね、どこの球団に行ってもやってたんですね。みんな勘違いしてるけど、昔からいいことわざがある。よく学び、よく遊び、うん、ね、必ずこれ表裏一体ない。だから練習しないやつはあんまり遊ばないわけ。でも逆に遊びすぎるわけ。でも俺は練習いっぱいしてるから遊びも一対一ない。スタミナが尋常じゃない。あ、元気やったね、やっぱ。あんだけ練習したらみんな行けないって言われてたじゃないですか。俺元気、吉子さんそう言ってるけど出れないって言ってましたもんね、疲れて。それまで出て行ってたのは翔太さんぐらいって言ってましたけど、まあ、豆もそうだけどね。豆もよう飲みに出てたけど、みんなで日本シリーズの時に太田さん、拓さんとみんなで飲んでたもんね。敵チームと。敵チームですか。そう、西武の拓さん。拓さん仲いいんだよ、拓さん、はい、すんげえいい人なんだよ、はい、でやっぱそうやって飲んだりしてたね。沖縄のキャンプとか予算の時宮崎ですか。日南、沖縄と日南両方、うん、最初は宮崎夕方5時6時まで練習やってたじゃないですか。やってたね。あれでもどっか出ていくんですか。いや、日南はなかったね。休みの前の日は宮崎まで出た。宮崎まで、うん、車で。結構な時間ですよ。車借りて。でも夜は結構夜の方が飛ばせるよ、車。そこ予算なんか、あの時間の感覚と距離の感覚おかしいんですよ、ね、おかしいんですよ、本当おかしいんですよ。東京から名古屋でした。名古屋から広島ですか、あのタクシーで。名古屋から東京。東京ですか。あれは本当。あのね、嘘がたくさん飛び交ってるんだけど、広島から東京まで行って、東京から広島帰って試合出てるって話が飛び交ってるわけ。ああ、これ流したやつ知ってんだよ、俺。俺が一緒に横に乗せた選手なんや。澤田っていう子なんだけど、ああ、こいつがまた面白いやつなんで、よく喋るんだわ。これオフシーズンに乗せて帰ってるわけ。ポルシェですね。ポルシェで、はいはい、脇屋に、加納脇子に会いに、はい、ね、それで、それ付き合ってたから、ね、おシーズンよ。で、それがずーっといつの間にかシーズン中に変わってるわけよ。話は長いですね。できるわけないやんかって。俺 F1 のドライバー。いや、でも言っていいですか、やりそうなんですよ、はい。いや、予算の話は僕プロ入った時からカープからトレードで来てた選手が、土井さんとか望月さんとか剣本さんとか、予算をよく知ってる同期の人とかもロッテにいたんですよ、はいはいはい、でカープの話になると必ず名前が出てくるんですよ。予算の話だって土井には言われたくない。剣本さんは上で、はい、ちょっと変えようと思う。餅さん同期でしょ。同期、この2人やばい2人よね、餅と土井は。これ2人、俺と同期さんなんて、望月さんなんて、はい、僕初めてベンチ座って横の望月さんなんですよ。もう早くちょっと手をこうやって合わせてみる、はい、でこうやって広げてみるって、もう真面目にこうやって、はい、こうやってやったらここにガムかかる。もう訳わかんないよ。訳わかんないですよね。試合中ですよ、ベンチで。この2人はね、やんちゃやったね。ああ、やることが。土井さんもすごかったですよ、うん、俺以上、俺も違うやんちゃさがあったよね、この二人は。違う部分で、これ言えないもん。言えない。言えない。俺多分俺それ持って死ななあかんねん。あ、そうですか。そんなにやんちゃ。いや、ほんとやんちゃ。マジで。あおー、マジで。おー、ちょっと夜中にとか。この二人そんなことしてるの。俺要せんよ、さすがの俺でも。いや、アイコーサーをもしかして。でもロッテの寮なんて、はい、僕が入った寮なんて一軒家みたいな感じのとこだったから。あ、そこじゃないの、浦和の。いや、全然違う。あ、違うとこ。最初ね、高円寺だったんですよ。あ、高円寺だったんだ。女子寮を改良したような。だから1人6畳に2人部屋だったんで、うん、何もできないんですよ。だから俺たち全部2人部屋だったよ、最初。2人部屋で寮入った時に板の間があって、それで
やっぱ60ぐらいで2人や。でもみんな最初そうだったよ。今みんな1人目やろ。だからそういう面では寮はそうやね。そうだったんだから、さっきの話は絶対流せんからね。まあもちろんですね。まあでもモチさんとか言ってたのは、カープの選手はもう東京遠征っていう時はここぞとばかりにもうなんか野球用のスーツケースがあるんですよ、はい、だけど私服用のスーツケースがあったっていうみんなそうよ使っちゃってちゃんと遠征で野球用のスーツケース、はい、私服用のスーツケースちゃんと分けて持ってったね。でも靴もそう、何のためにそんなおしゃれするかってなでもドラゴンズ行って、はい、やっぱ名古屋でドラゴンズ選手ってあんま出歩けないんですよ。あ、逆にですね。カープもそうですか。俺は平気やったね。だから揉めただから俺は平気でしたから、勝って負けてもで電話が入る球団に。要は飲んでると球団知ってる人が会うやん、クラブとかそういうところに行ったら。たら次の日行ったら、あ、吉井子、昨日長らか出てたか、あ、出てましたよ、連絡あったぞ、あ、わかりました、関係ないよな。でも本当にね、言われたことある。若い男性にバー行った時に、なんて結構大差で負けたんかな。だからバーって、お前どうだって、今日何てで負けたか分かってんだろうなって。で、ここ横に女性がいたんよ。クラブ終わってから一緒に飲みに行こうって言われたから、そこのバーで飲んだよ、3人で。で、俺が怒る寸前にその女性がバーンと立って、やかましいあんたって言ってくれたんよこの2人も結構そういうかっこいい女性が多かったよ。そういうのがあった。まあいろんなことあるな。だから俺は普通に広島あったら出てたね。今考えたらゾッとするよな、うん、真っ赤なポルシェ乗ってるんだ俺、なんと乗ってないから。止めたらその時1台ぐらいしかなかった。買ってもらったやつでしょ。そうそうまあそこはまた詳しくね、愛好さんの方のチャンネルしていただいて、ね、だってあの当時、はい、真っ赤なポルシェ乗ってる選手なんて誰もいないんですよ。そうですよね。ポルシェ乗ってる人自体がいなかった。あ、いなかったね。大体みんなもうベンツ。ああ、そうですね。ベンツとかクラウンとか、はい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 、そういうのが多い中ポルシェ。それでポルシェで広島と東京を往復したっていう噂が。そうなんですよね。これはパリーグにまで来てましたね俺は名古屋からある。名古屋から中日戦終わって女性と喧嘩して分かったって切って、もう新幹線も取ってないやん。タクシー拾って東京まで行って、東京仲直りして、次の日新幹線帰ってきて試合出て日本語3本ヒット打ったのは覚えてるいくらかかったんだろうタクシーが。すごいでしょうね。あの当時10万近く行くんだ。10万は超えたと思う。そりゃそうでしょうね。もう今だったら絶対すんな、もったいなくて。マジでどんな喧嘩しても。まあ今やっちゃダメですよ今やったらもうびっくりしますよ。あの長嶋さんとか王さんっていうのはまたちょっと別格の別格なんですけど、よっさんってその違うカリスマ的な、はあ、なんかわかります。その一つだけよっさんよっさんの野球で、はい、これ別に野球が納得いかないんじゃなくて、はい、本当に納得してないのが、はい、ダメなんだろう。我慢っていう字が分からんのよね。最近やっと我慢っていう字が分かってきたけど。そうですね、60過ぎたぐらいからですね。パワーだからいつも言うんだけど、針ってあるやんか、人ってと飛んだってると痛いやん明日もまた見てください、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。